林実は、日本の実業家、自動車技術者、京都府京都市出身、レーシングカーコンストラクター、ドームの創業者、また、日本自動車レース工業会会長なども務めた、大阪産業大学自動車工学部中隊。本名は、林実だが、一般的には、下の名前をひらがな表記した、林実のの表記が使われる。一部の書籍等では、 林やみのると表記されていることもある。太平洋戦争の終戦直前、洋画家の長男として疎開先の広島で生まれる。幼少期よりオーディオ機器の自作に没頭していたが、同志社中学校の同級生だった、藤下たからスーパー株を借りたことで乗り物を作ることへと興味が移る。藤しや横山康すと共に通い詰めていた。 鈴鹿サーキットで、ウキ東ト郎に出会い、親しい付き合いが始まる。また、ウキの友人である、本田博ヒとも知り合う。1965年、ウキから依頼を受け、ウキ所有のホンダ S600 に、空力特性を向上させる、FRP 製、ボディカウルを装着した改造車を製作。ウキは、カラスに乗り、同年5月の第2回クラブーマンレース。 鈴鹿大会で優勝する。1967年には弟の生死と共にマクランサを設立し、レーシングスポーツやジュニアフォーミュラの制作を行うが、資金難により活動を休止。一時レースから退いて工業デザインの仕事を行う。1975年、スポーツカーメーカーとしてドームを設立し、ドームマイナス例などを発表。 レーシングカーコンストラクターとしては1979年からルマン24時間レースや WEC ジャパン全日本 F3000 選手権などのレース活動を行う。また、技術分野では自社風土施設、風流車やカーボンコンポジット開発、製造士会社ドームカーボンマジックを設立した。2008年日本自動車レース工業会設立の発起人となり、 会長に就任。2009年に、自伝、ドームへ、お上司。幼少期からドーム設立までの反省を綴っている。2012年8月末で、ドーム社長、ジャミア会長をいずれも退任し、ドームの特別顧問、ジャミアのオリジンに就いた。自身最後の車作りとして、ドームのオリジナルスポーツカーとスーパー GT GT300 クラスのマザーシャシーを兼ねる。 イサクプロジェクトを推進するとしていたが、後日する三度目の離婚による財産分与等の関係で開発資金不足に陥り、2014年8月にスポーツカー開発を断念したことを公表した。ただしマザーシャシー用モノコックは完成しているため、今後同モノコックを使用した市販車の開発については含みを持たせている。ありがとうございます。